災害や防災に関する本や資料などを集めた展示が県立図書情報館で開かれています。これは近年自然災害が多発していることから、過去の天災を振り返るとともに改めて防災の大切さを学んでもらおうと開かれているものです。豪雨や震災などの災害や防災に関する本の紹介だけでなく、県が発行する持ち帰り可能の防災ガイドブックなどおよそ150点が並べられています。また今年は十津川大水害から130年の節目の年でもあるということから、当時の資料を展示するコーナーも設けられました。こちらは十津川大水害が発生した明治22年に出版された奈良県の地図です。災害時の浸水や山崩れなどがあったとされる場所が細かく書き込まれ、被害の大きさをうかがわせます。また大水害の後行われた十津川村から北海道新十津川村への移住に関する文書など貴重な資料を見ることができます。この展示は県立図書情報館で今月26日まで行われています。